白夜の空に生まれいずるは。ただいまの演技は立教大学よさこい連ゆりもんじゅの皆さんでした。ストーリーを感じられる迫力ある演舞でした。ありがとうございました。さて続いてのチームご紹介いたします。続いては一期の皆さんです。結成23年を迎えました。これまでに経験のない緊急事態の長すぎるトンネルの出口に向かって踊りたい気持ちに耐えてまいりました。この最多祭に思い切り気持ちを込めて
皆さんと心一つに楽しみたいと思います。それではお願いいたします。青葉台会場の皆様、こんにちは。地元朝霞のチーム一気と申します。結成23年目を